はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。デメントパート2やっていきたいと思います。はい、前回はわからないというのが始まりでしたね。なぜここに来たんだろうと、とあるお城にの中に、檻の中にですね、捕まってしまった少女というのか、女性フィオナさんですね。まだ名前もちょっとちゃんと覚えてないんですが、女性をちょっと操って、ここまで来ました。結構なんて言うんでしょうね綺麗な女性です。はいなんて言えばいいんでしょうかね。ちょっとまだ始まったばかりなんで、まあよく分かってないのですが、はい、なんか車の事故にあったりしたみたいなんですけど、その辺の記憶もあやふやな状態なんです。はい、で大男に見つかってしまって、なんとか逃げようってベッドの下に隠れてやり過ごして終わりました。はい、ということで進んでいきたいと思います。はい、では行きましょうか。セーブはまだいいです。でですね、どこ行きましょうか。向こう側に行ったんで、今度はこっち側調べていくかな。1階に行くみたいですね。体力とかどこに消耗とかさするみたいなやつですけど、どこに表示されるんでしょうかね。そういうのはまだ分かってないでしょうか。それと大男は常に出てくるんでしょうか。向こう側から鍵がかけられてるみたいな。この1階は、まだ何か、これ、ダンボール。中は空みたい。この中に隠れると。ダンボールに隠れるのは基本ですよね。この瓶を蹴って、アテナが出た。何か出た。アンチモンパウダー。何でしょうね。モンキーみたいな。アンチモンキーみたいな。意味がわからない。はい。じゃあ進んでいきます。こっちには何にもなかったですね。多分あの段ボールは隠れるよってことなんでしょうかね。隠れる場所だよっていうことなんでしょうか。うん、まだ操作感慣れてない。うん。この血は何でしょうか。ちょっと調べてみよう。これで血。あ、パニック状態になっちゃった。しゃがんでればいいのかな。あ、治る。なるほど、パニックとかしちゃうと視界が悪くなっちゃいますね。ということで先進みましょうか。この人形ん、なんかニヤオンって言ったような気がする。いや、気のせいだ。あ、なんか柵の音、鉄の音、釣れる音、なんかニャーンって聞こえたんですけど、これは見た。うん、関係ないか。ここ閉めよう。開けといた方がいいんですかね。あ、やっぱり、なんか、扉みたいな。ビスクドール、これを動かすとか。あ、やっぱり寝て荷物が邪魔で部屋に入れない。押してどかせないかしら。あ、血だ。やばい、見ちゃダメ。なんかこっちからね、キーコーって出す。キーコー音がしますね。あ、ブランコの音みたいな。なんか入ってみますか。あ、開いた。入ってみよう。うわー、なんだこれ。完全に壊れている。この部屋で何があったんだろう。これは何これ。タイプライターではないみたい。アルファベットキーがついてるけど、え、何これ。わかりませんよ。メモ書きみたいなのができるのか。これ鳥かご、これ鳥かご、
中に何か、残骸のようなものが入ってる。残骸でいいんでしょうか。ここもわからないから閉めておきましょう。すごいですね、ドア閉めれるのがいいね。この絵は羽の生えた女性、天使かな。なんかさっきから本当にキュッキューンって、ブランコみたいな音するんですけど、扉を開ける。血は見ちゃいけない、パニックになっちゃうから。本とか何かないですか。魔法陣みたいな、何のマークだろう。ちょっと怖いかも。この像も怖いですよ。なんだろうこの像でかっ。大きな、土人形が扉を塞いでいる。胸にスロットのような穴が開いている。スロット、あ、カードスロットか。これは何でしょう。何か書類のもの、あのようなものが分かれている。古びた、洋室紙、洋川紙漢字。何の道具だろう。古いけど手入れされているわ。すごいですね。魔女の家にありそうな壺がありますよ、これ。熱い。わかる。何かを生成しているみたい。錬金術か何かですかね。よっ。何も入ってないです。何か薬品でも作ってるんでしょうか。ここはもういいです。このスロット、同じか。BGM のためのビューンってなってるのがちょっとびっくりするんですけど。薄くて平らなものって言ったら、あれ？ディスクドル、アンチトーパウダー。あ、これか。さっきの紙のやつですね。セフィール・イゼラ。に記された、数秘術、数秘術の解読の、過程において土塊ドコン、わかんない、より生まれし生命、すなわちゴーレムの製造方法を発見する。食事や眠りさえ必要としないこの忠実なるドコンは我が錬金術の秘技を守る最良の、衛兵となるだろう。イーメス、何でしょう。何かを、やっぱ何を生成してるんでしょうか。何かカードが必要なんでしょうか。こっちはもう必要ないのかな。ここには手に変わったところはないわ。あの血だけは見えるようにしないといけないですね。よいしょ、ここは行けるようになってないですよね。それじゃあ外の牢屋のところに行ってみましょうか。こっちですね。ちょっと行けるように、簡単に行けるように扉を開けていきましょうか。怖いな。この扉を開けていきましょう。来たら閉めるかもしれない。こっちですね。伸びに走れるんですかね。ちょっと疲れたりしないな。はい、ここ。ここ来てるのか。あの人はどうでしょう。あの扉、あの木の箱で挟まっている。なんとかできないでしょ。まだいけないみたいですよ。ちょっとどうするんでしょう。この木は積もった。関係ない。あ、そうじゃない。こっちだ。あつらえたみたいに上位気持ち。ただ俺らちょっときついかな。とにかく、いやいや、車どこへ。でも服がちょうどよかったっていうメモでしたね。必要ない。ちょっと積んじゃったんだから、どうしようかなと思ってメモ見たんですが。マグニシア石。戻るんでしょうかね。こっちも関係ない。まあそこに戻りたくない。じゃあどうしようでしょう。結構近くに何かあるんでしょうか。シートを探す。この木は何の木でしょうか。ちょっと待ってください。こっちはなんかピンがいっぱいあったんですよね。蹴ってみましょう。あ、なんかありました。メダリオン。地図を探そう。じゃあ、いたかな。あいつどこ行ったんだろう。もう開けるのは無理。ここの扉も開くわけじゃないんでしょうね。わからないです。さあ、早速迷ってますけど、
体どこかにあるはず。この線まだ狭いですからね、動ける場所が限られてテレビ、これテレビつくのかな、つかないです、素晴らしい。二重症沈もうとしてる。もうその夜の声は嫌だな、もうまだよ、夜の声、アンティーク人形は湧いているわ。遺族のような意義たち、ずいぶん昔もいるのかしら。何でしょう、まだ地図がわからない。いや、ちょっと待って、地図がないですね。ちょっと迷ってるよ、どうしようかな。ん、何でだろう、オープンしたら何かを描き、ここもわからないですよね。どこでしょうか、やっぱりあれ最後まで押し切らないといけないの。じゃあ、それか書斎にまだ何かあるとか、まずあれ押し切るしかないか。あとタイプライターの謎ですから、押し切ってみましょう。あ、もう行かないか、これ以上行かないみたいです。あー、違う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 、やっぱりここは謎だ。この中に何かないか。ゴーレム、ゴーレムをどうにかしなきゃならない。スロットのような、っていうことはコインか、ちょっと下動感とセーフカブターの逆なんですね。メダリオン、これだ、使う、これで使っちゃう。なんだろう、スロットのようなっていうから、あ、それじゃないか。あ、さすがにちょっと無理みたい。違うんだ、ここで使うものじゃないみたい。これは何でしょう、何つけて使用する、なんだデビリータウスが遊んでいた、デビリータウスっていうんですね、男、デビリータウスが遊んでいた人形、手当たらず呼ばれていて、わずかに、刺激臭がする、なんていう、臭い。岩石からマグネシアをだけを取り出して、キムシャノンで、地面に落とし対象者が見えてマグネシアを爆発起こす。え、何使うんでしょう、これですよね、まずエイメス、わかんないんですよ、なんか何回か早めたら分かる、薄くて平らなものなのって言って、このコインメダリオンは使わないんですよね。まこまに出た、薄くて平らなもの調べ足りないから、やっぱり書斎行こうか、薄くて平らなものね、絶対ここのどこかですよね。うん、何もない、これは分かるんですよ、書斎、書斎っていうのは分かるんですけど、分かんないっけ、やばい、詰んだ、どうしましょう、こっちでしょうか、全く分からなかった、調べよう、しっかり、外は見えるわけじゃない、タイプライター、え、何製造機って言った今、分からない、あ、適当に押してみたか、おお、びっくりした、あ、わかったー、これじゃねえんだ、了解です、これいらない、捨てます、キュ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 ってこれだ、EMETH これでいいのかな、あ、来た、で、いいんですよね、 EMETH どこ行った、 EMETH、 よし、これでいいんじゃない、よかった、進んだ、これでどうだスタートボタン持ち間違える、さあどうだ、カチョン、お、動いた、すごい、ゴーレムが、移動して壁にぶつかった、扉が
これで進めるようになった。よし進もう。いやここまでちょっと長かったですね。えい、これあれジャッキーじゃないですか。うわすごい薄暗い。あ怖い。何これ。こっちでしょ。あそこの階段違うよね。なんか煙突から煙が出てる。うん、あそこは光ってる。飛び乗るとか、そんなことしたくないです。どうするんだろう。ちょっとここ、あ、いけない。いける。これもない。ここだけですかね。ん？池が、池って、井戸。池ってなんだよ。井戸がある。井戸だったのかな。木の板、木板、木板って穴が塞がれているわ。俺なんで池って言ったんだ。井戸って言おうとしたのになんで池って言ったのか謎です。はい、あ、マグネシアの石、爆発物なんですね。これこんなちっちゃいものが爆発物なんて危ないですね。ベンチが横向きに置いてある。これじゃあ座れないじゃない。ちょっと半切れ。あーいけないんですね。どこかで鍵を見つけないと。あこっち進めるのかな。こっち、あいける。じゃあこっち行きましょう。何かあるんでしょうか。どんどん入り組んでいきますね。まだマップが見つかってないんですよね。こんな入り組んでると BGM が変わった。鍵がある。取っちゃえ。胸。もう言わないでいたけど、もうこんな近くで動いたらもう行っちゃうよね。胸。ああ、フィオナ。フィオナ。やっと目覚めたのだね。君に見せたくてずっと待ってたんだ。後ろのシーツを取ってみてごらん。何でしょう。何でしょう。嫌な予感しかしない。嫌な予感しかしない。やめてくれ、やめてくれ。はあ、はあ、誰。美しいだろう、フィオナ。それが君の未来の姿だ。何でしょう。触ってみてもいいんだよ。君はもうすぐ必ず私のものになる。っていう感じのこう怖い人ですね。何だよ、何なのよこれ。どうしてこんな君の悪いこと。木なんですかねこれ。わかんないです、ね。とても触ってみる気になれない。見てるだけで気分が悪くなって。なんだこれ。まずこっちを取ります。鍵より先にカモマイをいただきます。体力は回復するアイテムです。ではこの鍵を、中庭の鍵、あそこの鍵ですかね。ここは本が並んでいる。音楽関係のものが多いみたい。さっきピアノ弾いてました。なるほど。強く押したら倒してしまいそう。何をするんでしょう。重量感がある。しっかり作り出した棚に重量感がある。重厚感があるんです。押してみていいんですか。押してみましょう。いいんじゃない。あ、ダメなんだ。こっちから押すとか。やめましょう。じゃあ閉める。すごい、ちゃんと閉めてくる。あーこっちはいけないみたいですね。こう鉄格子が降りていて通れないわ。他の道を探すしかないよね。では中庭の鍵行ってみましょうか。
ん？何？しゃがみ回避。なるほど。物陰で L ボタンを押ししゃがむことで敵の追跡をかわ、やり過ごすことができます。また敵が近くにいる場合、しゃがみ回避中はカメラの視点が変わり敵の、動向を探ることができます。追われている時に物陰を見つけたら積極的にしゃがみ回避を使い、うまく敵をやり過ごしましょう。なるほど。これが出てきたってことは絶対終われるんじゃないですかね。どうなんでしょうかね。中庭に出たらいるとかいないとか。いない。じゃあ鍵開けます。あれ、じゃあ鍵使います。あ、やだな、絶対来るでしょ。シャーン、やだな。チラチラ、うわ、時間だ。なんだ、魂、なんだなんだ、なんかドクドクいってます。魂魂魂、ねえ、なに、あ、これがルミネセンスなんですね。ルミネセンスについて、ルミネセンスは、フィオナの気配を察してひたすらに追ってきます。ルミネセンスに触れるとファニック値が上昇するだけでなく、破裂音が敵を呼び寄せてしまいます。ルミネセンスは時間で消滅しますが、扉を閉めることでも迫って、来れなくなります。あ、なるほど。うまく距離を取り扉を閉めてやり過ごしましょう。ルミネセンス、なるほど。じゃあこっち来てくれ。こっちやで、こっちやで、ぐるっと回って、じゃあここの扉を閉めます。これじゃ先進めないよね。じゃあ一旦ですね、カットしてセーブするところまでやりますか。じゃあどうしようかな。セーブするのに戻ります。ちょっと時間が来てしまいましたので、じゃあセーブのとこまで戻りますので、一旦カットします。ではカット。はい、カットさせていただきました。では戻りたいんですけど、絶対戻ってくる間に敵に遭遇しちゃいそうなんですよね。でこれ戻ったらまたルミネ先生いるんですね。回避か、あ、ダメだ。うわ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 、この破裂音で呼び覚ますのか。触れちゃダメなんだね。触れること自体ダメなんだ。登れないな、急いで登れない。セーブしたいですね。そこのアイテムも気になります。これなんかすぐ戻れそう。どうでしょうか、敵来るんかな、来ないかな。来なかったら嬉しいな。ちょっとここ閉めましょう。なんか怖い。もうああいうところにたまに入ってるとかね。あれ、開いてたっけみたいな。そして横に覗いたらヌって出てくるかもしれないし、ね、こういう扉パッと開いたらヌって出てくるかもしれない。ヌって出てこないですね。はい、ということでセーブしましょう。違うんだ、その人じゃないんだ。俺はその人じゃないと話しかけるのはこっちなんだ。はい、セーブしましょう。ちょっと待ってください。のじゃあ2番にセーブしましょう。はい、ということで、デメントパート2これにて終了となります。いや、なんて言うんでしょう、難しいんですよね、探すのが。いや、ちょっと結構ノーヒントでタイプライターまで行きましたが、あそこまで気づくのはちょっと長くなっちゃいました。はい、ちょっとなんかなんて言うんでしょう。ちょっと迷ってしまいましたが、はい。いやー、でもヒントがあるとか言ってちょっとメモを読んだら、なんかあんまり関係ないこと書いてたんで、もうちょっとしっかりしてほしいなーって思いましたけど、どうなんでしょうかね。これからしっかりメモ書いてくれるんでしょうか。はい、ではまあ敵は出てこなかったんですけど、なんか特殊な敵が出てきましたね。魂、ルミーネセンス。非常に言いづらいです。はい、まあ、相手に触れてはいけないって言ったんですけど、触れてしまいましたが、まあ、パニック値が上昇っていうことはちょっとだけでしたね。多分あれが結構出てくることになるんでしょうかね。はい、でまだ
相棒のワンちゃんには会えておりませんが、早く会いたいです。はい、ということで、パート2、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では、次回お楽しみに。さようなら。